製造福井支社がかつて所有していた電車。製造当初は、ホデハ251型という形式名であった。また、当初は、ホデハ251型とホデハ252型で分かれていたとする意見もある。1957年11月29日に発生した福井口車庫の火災により消失した、ホデハ1 1系2両と、 ホデハ221系及び被災を免れた、ホデハ103の台車や機器を流用して製造された、形式。同時期に交代化が行われた、ホデハ241型と同系の、日車標準車体と呼ばれる、全金属車体を採用し、奇数車の福井駅側、偶数車の京福王の駅、永平寺駅、三国港駅側には、貫通扉が設置されていた。 車内には転換クロスシートを備えた。製造当初は二百251のみ、台車や電動機が異なっていたが、1973年に改造を受け全車同一の台車と電動機に統一されている。なお、乾燥時期は不明だが、遅くとも1981年時点で二百254のみ ND6 型台車に交換されている。 1958年に4両が導入され、形式名はモハ251型に変更されて、以降も引き続き使用された。1988年12月にはモハ252.253の2両にワンマン化工事が施され、同時にモハ251と253の番号の交換が行われた。ワンマン運転に対応しないまま残された2両は1991年に、 廃車された一方、改造が行われた2両は、座席のロングシート化などの改造が行われ、その後も使用されていた。運用末期には、現役最後の日車標準車体を有する電車となっていたが、2000年12月17日、モハ251がブレーキロットの破損により、制動不能の状態となり、モハ1101型と正面衝突する。 京福電気鉄道越前本線列車衝突事故を引き起こし251は逮捕。ブレーキの仕組み自体に原因があることもあり、当日以降使用が停止された。後に、京福電気鉄道福井支社の路線を継承した越前鉄道にも受け継がれることなく、廃車された。なお、危機流用元の車両も含めた番号の新旧対比は以下の通りである。ありがとうございます。